じゃあもう引いときますか。はい、ありがとうございます、はい、皆さん結婚聞きたいような聞きたくないようなそんな話だと思いますけれども、もうお年はおいくつ？30です、はい、30になられてそろそろ結婚も視野に入れてるのかと。やっと結婚したいですか？いや、あんまり結婚に向いてると思いますか？まあ合う合わないでしょうけど、理想な奥さんにはならないでしょうね、はい、でも理想はなんかありそう。しっかり多分嫁行ったら結婚したらちゃんとやりたい。やらないやらないやらない、やらないですよ、まあ、やるけどやらない。妥協しなさそうですもん。妥協はしないですけど。でしょ、しないけど。お茶とか言われたら、え、お茶ってなるじゃないですか。え、自分で取れるやんみたいな。怖っ、ちょっと待って、怖い。嫁さん、はい、頑張って、あと冷蔵庫まであと午後だよみたいな感じですよね。うまいこと乗せていける。はいはい、頑張ってねみたいな。ついでにビール持ってきてって一緒でしょ旦那の教育はできるってことですね。かもしれないですね、はい。あ、じゃあでも亭主関白は無理？あ、無理です。絶対嫌です。絶対に嫌です、はい。自分が強い方がいい？いや、別にそれはないです。対等であれば。亭主関白は絶対に嫌ですね、はい。あ、じゃあでも上手に結婚生活もしかして送れる可能性はあるかもねみたいな感じですね、ですね、はい。本当にね、はい、あのバイトも1回やってますし、はい、なんか登録したんでしょ。あ、はい、派遣の方に登録してる。派遣の登録されてるらしいんで、はい、結婚してる暇なさそうですから皆さん安心していただきたい。忙しいですね、はい。じゃあ今度もしあの機会があったらどんなバイトしたかっていうのを。あ、じゃあそれまでにちょっと次来るまでにあの何のバイトしたか報告できるようにしてください。次絶対あの復帰前にじゃあ来ていただいていいですか呼んでいただけるの、ね、よ。最後1枚何でしたっけ、もう。あ、おしゃれ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 か。パンツしかあんまり見たことないです。なんかのパーティーかなんかで1回ドレス着てるの見たこと、拝見したことありますけど。そうですね、まあ、準備されたら履くけどぐらいで、普段は履かないですね。じゃあ スカートに抵抗があるわけではない？まあ、抵抗があるわけではないけど、自分で選んでは買わないっていうところです。なんでですか？パンツが楽？楽やし、やっぱスカート履くんやったらなんかヒール履きたい派やしってなってくると、めんどくさいなーみたいないや、そんだけ可愛かったら。だってバイトに行くのにスニーカーでええやんってなってかバイトの話になりました。また、うん、そう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 。あ、じゃあもうこの休みになっても別にスカート履いて女の子らしい生活をしようというのはないわけですね。ないですね、ないですね、はい。変わらずパンツで、うん、活動的にバイトじゃんじゃんして稼ぐっていう。今日はあの花渡しのためにちょっと遊んでいただいてありがとうございました。また機会があればこの人さんに呼んでいただいて次も顔を見えるように、それまで一緒にバイトしてます。ありがとうございました。こんなに集まっていただけるとは思ってなかった。はい、すごい嬉しいですね。あと、まあ、あれアルバイトですね。はい、ですけど今までアルバイトとかって経験とか。あ、まあまあ高校の時にしてたので、はい、今後ですか。まああればっていう感じですね、はい。そうですね、あの復帰までだいぶ長いんですけど、また復帰したら、たくさん買ってください。